これは気流会の皆さん、ガン首揃えてお出迎えいただき恐縮です。久しぶりだな、ジョー。岡田、話せないか。俺はお前と話したい。貴様と話すことなんてレインメーカーにはないんだよ。お前らのご意見頂戴をしにわざわざ来たわけじゃない。今日は最終通告に来たまでだ。最終通告？そう、お前らと我々ジャスティスの最終決戦の舞台を用意してやった。驚いたよ。ヤクザ崩れとジョーごときが作ったチームがまさかここまでになるとはね。だがその栄光ももうおしまいだ。我々ジャスティスが貴様らに引導を渡してやる。お前らが勢力を広げている間も我々は地盤を固めていたんだ。ジャスティスの総合力は前よりもでかくなってる。カムロ町に今その全ての勢力を集結させた。お前らの勝てる見込みはほぼ 0% だ。お前らとはレベルが違うんだよ。レベルが次の戦いで気流界ともどもお前の息の根を止めてやる。せいぜい楽しみにしておくんだな。おい岡田。何ですか、道島の竜、気流一馬さん。お前本当は分かってるんじゃねえのか、自分が間違ってること。お前本当は何を企んでる。企んでいることですか、気流一馬さん。特にありませんよ。次が気流界とジャスティスの最終決戦です。白黒きっちりつけましょう。あ、そうだ、ジョーに気流さん、当日は傘を持ってくるといいですよ。傘？ええ、きっとカムロ町に雨が降ることになりますから。金の雨じゃなく血の雨がね。俺はレインメーカーですから。それじゃ、いよいよ最終決戦っすね。これで本当に終わるんだ。でっけえ喧嘩になりそうだな。楽しませてもらうぜ。俺も最近体がなまってるからよ、腕が鳴るぜ。行っちゃうぞバカ野郎。お前らな、トランキーロ、あっせんなよ。まあ何にしても恐れることはねえだろう。なんてったって気流界にはこの天才矢野トールがいるからな。よし、盛り上がってきたな。じゃあみんなで一致団結の印としてあれをやろうか。気流界の皆さん愛してまーす。っておい、お前らやれよ。やるわけねえだろ。なんなんだよそれ、流行らねえよ。お前ら冷たいな。ジョー、あと少しだな。はい、ここまで来れたのは気流さんのおかげです。これが最後の戦いになるはず。この時を待ちました。行くぞ。
よし、俺たちの勝ちだ。やりましたね。よお疲れ様でした。よくやったお前ら。よし、これからジャスティスとの最終決戦だ。みんな準備はいいか？もちろんっすよ。ここまで来たら絶対勝ちましょうね。ジョーから一言何かあるか？まさか本当にジャスティスに匹敵するところまで来れるとは正直思っていなかったです。ここまで来れたのはみんなと抜け殻みたいだった俺を叩き直してくれた桐生さんのおかげです。俺が作ったジャスティスは責任を持って俺が潰す。みんな最後の戦いだ。もう少しだけ力を貸してくれ。おう、やってやろうぜバカ野郎。よっしゃ、ぶっ潰すぞコジ。おうや、行きましょう桐生さん。おう、よし桐生会出撃だ。おう、おう、うわあ、おう、ああ、
気流海諸君、こんにちは。尻尾を巻いて逃げるかと思ったけど、そのバカさ加減と勇気には敬意を表するよ。岡田。さてと、じゃあさっさと気流海に血の雨を降らせましょうか。レインメーカー、何かこいつらに言い残したいことはあります？いや、特にない。そう言うと思いましたよ。さあ、気流界の皆さん、死んでしまえ。叩き潰す。よくやった、お前ら。バカな。圧倒的な戦力差があるはずなのに、なぜ。チームってのはな、頭数じゃねえんだよ。チームへの思い、仲間への信頼、強い絆、そういうもんがあれば
1たす1は2じゃねえ。100にも200にもなるんだ。そんなこともわからねえなら、それがお前の敗因だ。ジョー、そして桐生さん、あんたら大したもんだよ。俺が悪に魂を売ってまで大きくした組織をここまで追い詰めたんだからな。それも自分の中の正義を貫いたままでだ。正直羨ましいよ、カズチ君。だがな、俺にも俺の考えがある。ここで引くわけにはいかないんだ。お前に何があったのかはタナから聞いたよ。お前の苦しみに気づいてやれなくて本当にすまない。だけどカラーズみたいなことをやるのはやっぱり間違ってる。もう一度やり直そうぜ。昔みたいに俺たちの正しいと思ったことをやれるジャスティスを。話したいのはそれだけか、ジョー。俺にはまだ成し遂げなきゃいけないことがあるんだ。ジャスティス最後の戦力だ。俺たちを倒してみろよ、気流会。このレインメーカーを倒せるもんなら倒してみろ。分かったよ。もうしみったれた話は終わりだ。言ってわからねえやつには体で分からせるしかねえ。行くぞ。来いよ、カズチカ。行くぞ。来いよ、カズチカ。まだまだ。Ah!
負けだよ、ジョー。俺がお前に勝てたのはこれが初めてだな。そうだったか。なあカズチ君、これでジャスティスは終わったぜ。さっきの続きだ。もう一度俺たちとやり直そう。俺たちの正義をもう一度貫こう。いいだろう。いや、まだだ。え？俺の本当に成し遂げたかったことはきっと今から始まる。どういうことだ。ジャスティスが終わった？何をバカなことを言ってるんだ、ジョー。ジャスティスは今から僕が支配する。僕がこれからリーダーとなり、カムロ町のギャングを支配する。僕はね、ある人の協力を受けて裏でジャスティスのメンバーを買収していたんだ。買収だと？ああ、うちの連中は岡田のカリスマ性に魅せられて入ってきたようなふわついた連中ばかりだ。ちょっと金を握らせるだけで大体の連中は簡単に俺に寝返ってくれたよ。だから岡田を裏切って俺についた連中がまだまだどっさり残ってる。普段は表に出ない人なんだけど、せっかくだからご紹介しよう。こちらにいらしてください、サツキさん。久しぶりだな、岡田。カズチ君、こいつは俺を拷問にかけ、俺の仲間や恋人を襲った張本人だ。あの時はすまなかったな。ちょっとやりすぎたよ。心が痛んだ。だがそのおかげでお前はジャスティスをでかい組織にできたんだ。感謝してほしいくらいだね。サツキさんはヤクザ、マフィア、あらゆる裏社会に精通している方だ。この人に裏についてもらえば、ジャスティスは日本最大最強のギャングになれる。お前もしかして最初から？ああ、そうだよ。最初からジャスティスを乗っ取るつもりで近づいたんだ。岡田は本当によくやってくれたよ。僕を信頼してくれて本当に動きやすかった。だから裏でいろんなことを勧められたし、感謝の気持ちしかないね。カリスマ性はあったかもしれないけど、やっぱりリーダーとしては三流だったのかもね。残念だったね、レインメーカー。雨じゃなくて涙でも降らせるといい。どうした、気でも狂ったのか。はめられたのはお前らの方だぜ。俺がジャスティスをでかくした理由はな、お前をおびき出すためだよ。何？俺はお前が親しうちを許せなかった。絶対に復讐してやろうと誓った。だがお前は裏社会の人間だ。あれ以来
姿をくらませて行方不明。どうすればまた表に姿を見せるか。そこで俺は考えたんだ。お前は手下だったカラーズが潰されて報復に出てくる立場の人間ということは、俺がカラーズのようなギャングを作ればお前は必ずすり寄ってくるはずだってな。なんだと。まさか本当に引っかかってくれるとはね。意外と脇が甘いんだなあんた。じゃあ俺が裏でつながってることも知ってて。お前は最高の参謀だよ。リーダーとしては三流かもしれんがな。くそが。俺は自分の手足として動いてくれる兵隊が確保できりゃそれでいいんだ。桐生さん、あんたが桐生会のリーダーだろ。あんた俺と組む気はないか。なんだと。こんなアホの孔明のジャスティスと組むより桐生会と組んだ方がメリットありそうだからな。俺の手足になってくれ。報酬は約束するぜ。どうだ。俺がそんなものに応じると思うか。だよな、そりゃそうだ。なら俺は予定通りジャスティスと組んで桐生会を潰させてもらう。邪魔なお前らを消してカムロ町の生きがってる若造どもは片っ端からジャスティスに入れちまう。そしてそいつらを兵隊として使って犯罪を繰り返し金を稼ぐ。もちろん失敗しても捕まるのは若い兵隊ども。俺は安全地帯からそれをコントロールするだけだ。そんなことは絶対にさせねえ。ケツの青いガキが。大人をなめるなよ。俺の率いる裏組織サツキ会とジャスティスの連合軍で貴様らを叩き潰す。行くぞ。はい。ジョー、今まですまなかった。あいつを倒さない限り俺たちや若い連中はずっとああいう大人に食い物にされちまう。俺は何としてもその連鎖を断ち切りたかったんだ。カズチ君、いや俺の方こそすまなかった。お前の真意を見抜けずに断ち失格だな。そんなことねえよ。それに俺はジョーがジャスティスを潰すために動いてくれると信じてたんだ。え、まさか俺たちの行動もお前の予測通りだったってわけか。まあな。お前がかき回してくれれば孔明や奴もボロを出しやすくなる。だからお前をジャスティスから外して動ける状態にしたんだが。お前なんかすげえな、予知能力者か。ただこんなすげえ人が仲間につくとは想像もしてなかったけどな。桐生さん、すみませんでした。もしよかったら俺も一緒に戦わせてください。あいつを倒さないと俺終われないんです。岡田、わかった。一緒にあいつをぶっ潰すぞ。桐生さん、ありがとうございます。次こそが本当の最終決戦だ。桐生会の総力を挙げてあいつらを叩き潰す。お前ら準備しとけよ。おう。おう。